What's going on? タラコ系実況者の神優です。今回ご紹介していくのは、ダンジョンボーンの初心者おすすめ、誰でもできるカジュアルな金策方法をご紹介していきたいと思います。マジで敵倒す必要性なしです。まあただね、ちょっと事前準備だけ必要なので、まあそれは正直ね、ちょっと大変な事前準備なんですけれども、まあ準備さえ整ってしまえば無限にお金が稼げるということで、ちょっとね、おすすめのものを見つけましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。こちらです。ミダスタッチというね、装備に付与される可能性がある、まあなんていうかな、このパークスキル、まあなんかわかんない。ちょっとこれ、なんていう名前なのかわかんないですけども、装備パークとでも言いましょう。こちらの装備パークの効果がですね、3レベル分あってですね、1個装備すると、これ今ですね、1個装備したんで、ミダスタッチの1個分の能力が発動しました。敵を倒すごとにコインを30枚獲得するっていう効果が発動したんですけれども、これを2個つけると、ミサーチの宝箱を開けるごとにコインを60枚獲得するっていう効果が出るんですね。で、分かった方もいると思うんですけれども、こちら、3つ目を装備すると、3つ目の効果がなんと、ダンジョンから脱出するときにコインを1800枚獲得するなんですよ。普通に1800って言ったら、大体ね、このズボンとかの1個分ぐらいの値段にはなるわけですよ。トレードに回したとしてね。で、どんどんね、正直ね、これ今、なんつうの？インフレが加速してて、装備がどんどん安くなってるんですよね。装備のこのトレードに出した時の値段とか。手袋系とかがもう1250とか、前1500ぐらいだったんだけど、どんどん安くなってるんで、まあ個人的にはね、このミダスタッチの効果かなり強いんじゃないかなと思います。ということで今回はこのミダスタッチを使って敵と戦闘せずにですね、宝箱と、そして普通にアイテムとかを漁りまくって帰るだけというね、ローグプレイを皆さんにご紹介していきたいと思います。一応戦闘の必要、NPC は、まあ、やった方が効率いいっちゃいいんですけど、まあ最悪しなくても大丈夫です。まあそれぐらいね、稼げる。まあとりあえず帰ればいいんで、正直。帰れればいいんで、これは。帰れればいいセットでね、やっていきたいと思います。最悪、もうマジで帰れれば OK でございます。最低保証で1800円分はね、お金稼げるっていうの決まってるんで。で、一つだけ持ってきてほしいのが、おすすめキャラクターはまずローグっていうのはあるんですけれども、雷のフラスコっていうのは必ず、まあ一つか二つぐらいは持ってってください。というのも、これ戦闘を回避していくプレイングになるので、この雷のフラスコでね、これ当たると、移動速度、敵の移動速度を下げることができるんですけど、これを使って、もうできる限り戦闘を回避していくっていう形になるので、まあ、必ずね、この雷のフラスコだけは持ってってください。おすすめキャラクターはローグで、まあその他のキャラクターもいけなくはないんですけど、個人的にはやっぱりね、いつでもこの消えれるクイックスニークを持っているローグがおすすめなので、僕はクイックスニークをセットして向かっていきたいと思います。こういったね、様々なタルコ系のやつやってるんで、よかったらチャンネル登録だけよろしくお願いいたします。で、マップはね、どっちでもおすすめなんですけれども、一応僕は罪人の牢獄の方がおすすめです。もちろんね、クラシックはやらないでください。カジュアルでいきます。一応ね、最速でっていう話をすれば、最速5分でね、ワン回しできるんで、まあ、10分でね、まあ、大体、時給が、まあ、1800プラス、まあ、稼いだお金っていうのもあるんで、まあ、大体2、3000ぐらい集まるんですけど、まあ、時給2、3000円ということで。まあ、ただね、ちょっとミダスタッチの装備を揃えなきゃいけないんですけど、まあ、ちょっと最後にその揃え方もご紹介してますので、まあ、ちょっとだけね、最初にお金必要なんですけど、なんか、悪徳企業みたいだね。最初にお金は必要なんですけど、ちょっとね、簡単なやり方をご紹介しますので、最後までご覧ください。それではやっていきましょう。ゲーム画面、レッツゴー。ゲーム画面やってきました。ここのスポーンね、上下にプレイヤーたまにいたりするんで、怖いんですけど大丈夫かな。で、このプレイの基本はですね、もう基本的には NPC は最悪戦ってもいいんですけど、まあ、プレイヤーと出会ったら即キビスを返して逃げるってことですね。マジでそれが重要。あ、やっぱプレイヤーいるね、ここに。近い。あ、いるわ。ここにいますね。で、ここね、スポーンがマジで隣なんですよ。ここら辺にあるんで、ちょっと敵がいない、この上の方を狙ってみましょう。で、宝箱とかはもう漁りまくります。で、今回ね、僕がおすすめしているローグで来てるんで、スニークスキルをね、めちゃくちゃ多用して、E キーですね。E キーのスキル多用して、どんどん移動していきます。で、もちろんこれ、今回ローグで来てるんで、基本的に NPC キャラクターにバレずにね、漁れるので、まあ、できる限りね、モンスターは、まあ、最悪倒さなくてもいいけど、まあ、馬のところまでね、持っていきたいところですね。まあ、例えばこことかは、ちゃんと、おーっと危ない。ステルスかまして、おっと、危ないぞ。オッケー、避けて、はい。じゃあちょっと上の方行きましょう。もうここはね、モンスターちょっとめっちゃ多いので、むしっていきます。ちょっとこれ来てるかも。プレイヤー。わー、最悪や。来てますね。もうこれ、ね、完全にむしっています。こういう風にね、結構ね、ガチガチやりまくりのプレイヤーと遭遇することもあるんですけど、もう完全無視でいきます。で、先手必勝で、このね、キューキーですね。当てて、逃げていきます。なんでね、このね、絶体絶命状態にたまになることがあるので、
まあ正直ね、そう、ローグ以外のクラスっていうのはあんまりおすすめできないですね。ミダスタッチを見つけてるので、これって、要はガチャでつく、装備につくパークなんで、確率なんですよね、完全に。っていうのもあって、まあなかなかね、失いたくないものなんで、ローグでやった方がおすすめです。まあと言ってもね、ローグの装備でミダスタッチが出ることっていうのも、まあ限りなく少ないんですけどね。まあ、今回僕は運よく3つ出てきたので、ちょっと紹介しようと思ってね。結構これ、今、お手軽な稼ぎ方だと思います。まあ、というのも1800保証があるので、まあ、正直ね、このゲームやりまくってると1800円って、まあ、はした金になってっちゃうんですけれども、まあ、それでも初心者のうちは、マジで1800円って、まあ、かなり重要だと思うので、まあね、そういった意味で、ミダスタッチ、しかもこれ宝箱ね、開けたらお金もらえるしね、こんな感じでもう350円貯まってます。なんで、一応効果としては、敵倒すのと、あと宝箱開けるの、が、一応お金もらえる条件になってるので、まあ、できる限り NPC は倒した方がいいんですけどね。まあ、ただ、戦闘苦手な方が、やっぱり、初心者の方多いと思うので、まあ、最悪、モンスターも無視しちゃって OK です。これで倒すと、今、380円、20円プラスされました、っていう感じで。NPC、最初の頃は NPC を倒す効率っていうのは、下がっちゃうと思うので、まあ、本当に、いけそうなら倒しちゃってもいいですし、本当に戦闘苦手だよって方は、もう完全にやめちゃってもいいですね。なんか、ここで死んでるぞ。待って、二人死んでないか、これ。ここと、あ、いた。やばい。待って、あのローグちょっと装備が強かった。こういう時は逃げてください。ローグが今どこに行ってたかっていうと、多分こっちに行ってたんですね。上の方に移動してたんで、ちょっと下の方行きましょう、逆に。こういうね、プレイング重要です。もう見つけたらすぐに逃げる。まあね、他のプレイングだと多分戦闘した方があの人の装備を奪えるっていう面で、良かったりはするんですけど、まあ、今回はね、帰宅第一優先なんで、いや、いい感じですね。まあ、道中も小銭稼げますし、まあ、脱出すればね、1800保証。マジでこれが硬い。初心者の頃は1800円の集めるのがかなり大変なんでね。これ扉開けていくと。で、宝箱ですね。宝箱はもう優先的にめっちゃ開けてください。で、最悪ローグじゃなくてもいいんだけど、ローグだったらもうイーキーのね、クイックスニークを使ってまで、開けてください。優先順位めちゃくちゃ高いです。さあ、ステルスになった状態で刺していくと。はい、ありましたね、宝箱。もう見つけたら即開ける。で、あと、さっき言ったように NPC と戦わない方がいいって言った理由、もう一つあって、戦闘音でさっきいたみたいな、なんかちょっと上級者プレイヤーぐらいの人に、まあ、見つかっちゃうってことなんですね。で、このプレイングって、マジでこのミダスタッチ、まあ、なくなった瞬間に終わりなので、これ3つなくなったらマジでこれできなくなっちゃうんで、本当に生存第一なんですね。で、そういった意味で、まあ、できる限り戦闘しているっていう様子は、まあ、見せないような方が良いというところもあって、あんまり NPC と戦わなくていいですよとは言ってますね。ただま、上級者プレイヤーは、ま、正直、まあ、ここで戦闘してもいいかもね、普通に。こういう風に。NPC 倒して、まあ、ついでにね、お金もらえるんで。もうアウトドロップもしたし、NPC 倒せばね、お金もゲットできるし、帰れるっていう保証があるのであれば、まあ全然、戦闘はしちゃっていいかなとは思いますね。いるかな？いないね。ここ空いてるのは僕が開けたやつかな。でね、お得なのがね、こういうね、赤虫とか、こういう虫系の敵ですね。こいつらマジでお得で、こいつ一体めっちゃ弱いのに倒すとね、普通にお金もらえるんで、結構おすすめですね。コスパいいです。はい。まあ、ちょっとずつね、20円ずつでも、細かいけど、これ奪っていくことによって、かなりね、お金稼げますか。本当に自立もだけどね、これは。まあ、今ね、僕はもう、NPC の戦闘はだいぶ慣れちゃってるんで、今やってますけど、もう本当に苦手な方は全然やんなくて大丈夫です。まあ、問いつね、ドイツなんか今日めっちゃドロップがいいな。めっちゃドロップがいいんで、やりたくなっちゃった方はやってもいいです。ただミダスタッチ3つ分はかなり高価なので、本当に、まあ、速攻変えるだけでもいい、正直。で、あとはね、これだけ取りに行きましょうか。この真ん中の、開けるときに、開けてますよっていう通知が鳴らないやつですね。これ見つけたら、うわ、最悪。巻物だけ必ず取っておいてください。
脱出する前にですね、これがないと結構このプレイングは進む可能性があるので、魔法のね、巻物みたいなやつは拾ってください。で、もう右上見ていただけばわかると思うんですけど、転送ポータルはもう1個出てるみたいなのって、もうね、できる限り、マップの端っこ、まあ、敵が、プレイヤーがいなければだけど、最速で行って、拾えれば拾っちゃいましょうっていう感じですね。よいしょ、これだけもらっていく。こういうね、ここだとね、中央とか危ないんですけど、危ないエリアはもうガン無視しちゃって大丈夫です。ここら辺にプレイヤーいそうなんだよな。怖いですね。で、基本的に、このポータルっていうのは、最初の方はね、外側ら辺から湧くことが、まあ体感上多いので、いや、ちょっと脱出がないんですよね。残念ながら。脱出ないね。ちょっとそろそろ見つけてね、あったあったあった。これちょっとさすがに NPC がまだ多いエリアなんで、まあ、ローグ使ってるのであれば、さっき言ったクイックスニークを使って逃げるのが一番おすすめです。はい、もう出れるね。じゃあ開けちゃいましょう。こっちかな、こっち向いてた方がいいかな。敵が来るんだとしたら。あとこれだけですね。もう帰れば、報酬プラスが結構入ってるはず。今回ちょっとね、僕運よく結構アイテム集めちゃったんで、正直ミダスタッチのおかげって言いづらくなっちゃったんだけど、今回ちょっと運良かったです。青がこんなに出てきた。あんまりないですね、こんなに出てくるのは。まあ、なんですけど、まあ、ミダスタッチのね、あの報酬も踏まえて、まあ、1800プラスということで、かなりお金稼げるんじゃないかなと思います。で、ちょっとね、ミダスタッチ分と、まあ、回収しちゃった分、ま、言い方いい合ってるのか分かんないですけど、踏まえてね、いくらぐらい稼げたのか見ていきましょうか。でさっきのね、メニュー画面戻してきました。映したのね。だいたい999に421入手してるんで、まあ、だいたい1420円とゲットしてます。プラス、コインのね、追加獲得っていうのが入ってるので、1420か、足す、かけちゃダメだね。1800なんで、まあ、だいたい、2220円。ぐらいね、追加で入手できます。普通に美味しくないですかこれ。なんでね、かなりね、おすすめの稼ぎ方になってます。まあもちろんね、こちらのね、ちょっとだけレアなね、装備パークっていうのを3つ揃える必要性はあるものの、揃えれば、まあかなりね、普通のレイドに合わせて3000円近くはプラスになるということで、まあどちらかというとこれね、こういう、クラシックダンジョン回ってる上級者さんというよりかは、どちらかというとね、カジュアル回ってる初心者さん向けではあるものの、でかなりね、いつもの稼ぎにブーストプラスができますので、今回でも、まあ大体7000円とプラス3000円ぐらいなんで、まあ1万ぐらい、ワンレイドで稼げるっていうことで、かなりおすすめのパークになっております。ぜひですね、皆さんこちらのミダスタッチ見つけられればね、3つ装備して、まあ、できればね、これまあ運が絡んでくるんで正直むずいんですけど、できればローグで、クイックスニークを使ってね、やってみてください。で、一応このミダスタッチの入手方法なんですけれども、この、トレードのところですね、カテゴリーの防具を選んで、検索。で、そうすると、まあ一番安いので全然大丈夫なんで、放浪者のベストとか、グローブ。そして、放浪者の革靴。そしてレザーパンツ。このマスクですね。この緑のやつですね。緑ティアのやつっていうのを購入すると、たまにランダムでついてきます。こんな風に今書いてありますよね。ランダム獲得っていう風に。ついてるので、まあこれをね、狙ってみるのがおすすめです。ソードマスターとかも一応このプレイできるんですけど、まあ正直、まあローグでいいかなっていう感じはします。ということなんでね、ぜひね、皆さんはね、こういうね、ベスト系買ってみて、で、まあついてるかなっていうのを、ついてませんね。そんな甘くないですけど。ということで、ご視聴ありがとうございました。こういった様々なタラコ系だ、脱出シューターのね、実況解説してますので、ぜひ気になったらチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッターのフォローよろしくお願いいたします。またね、ディスコードサーバーでタラコ系詳しくなれるサーバー、解説してますので、気になったら参加の方の概要欄からよろしくお願いいたします。マジでご視聴ありがとうございます。それでは、GG。